ここが時の巣です。この場所を管理しておられる時の海王神様のお住まいと穀蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります。ぜひお願いしたい仕事があるので、早速ですが穀蔵庫へ行きましょう。これは終わりと始まりの書。宇宙の時間、歴史の流れ、すべてが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。魔漢光殺法！ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。最後にもう一度だけチャンスをやろう。俺たちの仲間になれ、カカロット。はっ！にゃー！そうすればお前もお前の息子も助けてやる。セイク、俺はおめえらの仲間になんて絶対なんねえぞ。そうか、だったらお遊びはこれまでだ。このガキ！やめろ！なんだと？貴様の知り合いか、孫悟空。いや、でもよ。一緒に戦ってくれるみてえだな。雑魚が何人増えようが結果は一緒だ。力を貸してくれんのか。足を引っ張るなよ。聞こえていますよね。俺は特急から通信で支えてくれる。ラビッツは本来の力より強く、さらに残忍になっているようです。悟空さんたちがとどめをさせるようラビッツを倒してください。カカロット、貴様たった一人の兄を殺すつもりか。おめえみたいにひどいやつ兄貴じゃねえ。貴様、何をする。今だ、来よ、
やれ魔漢高殺法うわっいやおぎっちくしゅうやらざまみやがれ。なんだったんだ、あいつは。お疲れ様です。素晴らしい動きでした。とても初めてとは思えませんよ。不要に歴史を変えることなく、無事歴史の改変を食い止めましたね。これであとは時の海王神様に巻物をまとめてもらえば全て解決と。あ、悟空さんのことなら心配いりませんよ。ちゃんとドラゴンボールで復活しますからね。それから、実は歴史の改変が起きているのはあの巻物だけじゃないんです。また準備ができたら声をかけてください。お願いしますね。